はいこんにちはです、えー、今日は、ね、収録日7月30日ですけども、えー、爆上げの7月、今後の上昇セクターという、ね、内容でお届けしたいなと思っています。今日のの、ね、動画がかったよと思っていただければ、ぜひぜひ、ね、本当に、ね、チャンネル登録と、そしてね、いいねでね応援いただけると嬉しいです。き、えー、今日はねあの、7月の最終週の、ね、まとめということになりますので、あのボリューム多いので、ね、あの広く浅く、ねえー、やっていこうかなという,ふうに思っています。 えまずはですね今週の、ね、ニュースチャートのまとめというところとあと、ね、g a フ a m が基本決算好調でしたよというところでですねで、えー、とまあ所感としてはまあ金利が上がらなければ、まあ、今後も追加はいいと思うんですけどもやっりインフレとの、ね、戦いだなと思うので、まあ、その辺の、ね、所管と,とセクターについての、ね、お話をやっていきたいなと思ってます今日かなり、ねえー、ボリュームがあるのでまたね神岡さんばりに、ね、高速で、ねあのー、ゴーしたいなというのを思ってます。 えね今日はいろいろお話しますけどもね投資はね自己責任でねしていただければと思いますというところでえー、とまずねあのー、ニュースねあの大きめなところで来るんですけれどもえー、とですね今週はですねえ2020年以来のかなりねあのいい今月か2020年以来の上がった月ということになったんでねまあすごいリバウンドしましたよねえダウがプラス6.7えそのペイがプラス9.1そしてナスダップラス12.4というねうんものすごい え月にななったかなという感じがしますで、ね、その中で、ね、ニュースを追っていきますけども、まず7月27日ですね、FOMC がありまして、75ベースポイントの利上げというところが決定されました。えー、それを受けて、えー、っと今後の、ねえー、っと利上げの予想ですけども、 今後は、ね、9月が50ベースポイント、そして11月が25、12月に25をやってね、ねそこで350で止まる予想になっていて、そこから先は、ね、下がっていきますよという今、折り込みになっています。で一応、この FMC の中であのパウエルさんが、利上げのペースは、まあ、落とすかもねみたいなことを、ね、ちょっと言ってたので、まあ、それを受けてね。 株が上がったとされてるんですけども、まあ、そのコメントがどうのこうのというよりかは一応マーケット的にはま将来的にインフレやピークアウトしてまあ、利上げがそこまで必要ないからっていうところのまあ何ていうのかなきっかけに過ぎなかったんだろうなというふうにね思ってます。ただし、えー、これね今日のテーマでもあるんですけども、こっから先っていうのはやっぱりインフレとの戦いなんですよ。でこれ結構で、ね、誰もわかんないと思います。今後ねインフレがピークアウトしていくのか。 インフレが維持していくのか、でもしインフレが、ね、あの維持していくのであればあの、400ベースポイントか450ベースポイントでまた上がっちゃうと思うので、まあ、それは、ね、あの今後、注意が必要だなというふうふに思ってますえ7月27日なんであ。7月28日なんですけども、これは、ね、総弁にとっていいニュースでしたね、えー、GDP がです、ね、予想0.3に対してマイナス0.9ということで、まああのー 景気後退、リセッションというところが感じられるニュースだったかなというところがある、でこれを受けて、ね、さらに金利が低下していきました、まあ、金利低下ということは、ね、株価が上がるということで、これね、私が先週の頭にいた通りでしたよね、もし金利が、あもし GDP が予想割れて金利が下がれば株価上がりますよとお話したと思うんですけども、まあ、その通りになったんじゃないかなというふうに、ね、思ってます。 えー、7月29日ですけども、えー、一応、PC に、ね、インフレーション指数っていうのが出て、それが予想を超えたんですけれども、これ、結局6月の数字なので、まあ、そんなに一瞬、ちょっとねぐらついたんですけれども、まあ、そんなね、大したことにはならなかったですよってことなんで、引き続きね、えー、来月発表のね CPI っていうところをね、えー、注目していこうかなと思ってます。で、今週は何といってもね、ガットマンの決算ですよね。ああののー、もうねあの ガーファーとかガーファームって呼ばれてね F の話なんですけど、もうあれき話題にしなくていいです。もう自家小学トップ10から外れちゃったのし、もう今後落ちていくだけなんでも話題にしなくていいので、今後ね、新しい、えー、と6銘柄はガットマンです。g ットマン Google、Apple、Tesla、Microsoft、Amazon、NVIDIA です。まあ、ちょっとね話取れますけども、もワンピースもですねあの4校が入れ替わりました。ね、今まで、えー、と黒ひげと シャンクスとビッグマムとカイトだったのが、えー、今月からね、えー、っとシャンクスと、えー、バギーと、えー、黒ひげとそしてルフィになったので、ね、新しい四皇がまあねそういった季節です本当にあのいろんなね四皇とかあの ビッグなんとかが、ね、入れ替わる季節ですで今,今年も、ね、この季節に入れ替わったということで、まあ、ガーファ、ガーファも改め今度は、ね、ガットマンということに、ね、えなるんじゃないかなと思いますガットマンがいいのか、ね、ガンタムがいいのかどっちかがいいか分かるんですけど、ね、僕は今ガットマンと呼んでます。はい でえこちら、ね、で可能な限り決算動画を上げました、あのガットマンのうち、ね、まあ、NVIDIA はまだやってないんでガットマンのうち、マイクロソフトを除く銘柄以外全部やったのかな、マイクロソフトも、ね、週末できればいいですね、あれ、面倒くさいんですよね、ちょっとね。はい、で、その中で、まあ、あのそれぞれ、ね、詳細はその動画に任せるとして、まあ、私の評価はこんな感じですで、この左の三角丸は何なのかっていうことは、今回の決算を受けて、そして未来の EPS 成長予測を考え、金利も下がっていくことを考えれば、えー、丸が まあおそらく株が5%から10%ぐらい上がっていくだろう。20丸っていうのは株が30%、40%上がっていくだろうというふうに私は考えてます。Google はおそらくまあ5%前後なんじゃないかな。まあ、ちょっと Q4 の決算見てみないと分かんないねというふうに私は考えてます。うん、でえ、これ結構重要で、あの結構、999を考える上で、えで、っとね、ガットマンのうち2、3個もね、 あのすげえ株価が上がるよっていうふうに予想ができるなんて結構少ないんですよ。で今回、テスラは間違いなくね、あの間違いなくつっ,ったらちょっと難しいですね。テスラはかなりいいと思います、ポジションは。本当に年間で3、40%上がるポテンシャルがある。で、もう一つポテンシャルがあるのはアマゾンです。これ、アマゾンの動画でやったんですけれども、アマゾン EPS 成長率はね、今日見たらプラ、もう多分なんかいうか、いろいろ改善が入ったのかなんですけど、EPS 成長率がね、プラス250%なんですよね。あの1年間でね。あのまあ、なので やはりテスラとアマゾンというところがね今後すごく株価上がっていくんじゃないかなんで999でねそういった大きく株価が上がるところが入っているので999は上がっていくんだろうなというふうにね思ってますはいえ詳しくはね各動画を見ていただければと思いますであとなんといってもまあ、これ今日のねお話になってくるんですけどもすごかったのがエンフェイスですよねエンフェイスうん でこれ、結構、驚愕なんですけど、で私、実はこのこのエンフェイス、ね、ごめんなさい、速報できなくて申し訳なかったんですけども、もエンフェイスのこの決算を見て、さらにエンフェイスではなくて、TAN だったりとか、ICLN とか、PBW っていう、クリエネ系の,あの ETF を追加したんですね、大きめに。わ、まあ、かんないですが、金利次第ではまた下がるので、逆差しにかけてますけども、で、えー、っとこれ、何が語られてるかっていうと、すごいんですよ。あの ヨーロッパの売り上げがあのもちろんエンフェイスはあの決算自体は素晴らしかったです EPS も売り上げもガイダンスも全部クリアしかもガイダンス大幅引き上げ YY60 からねガイダンスも YY60 から70ぐらいということでものすごかったんです決算でもう本当にすごい需要が強いんだなっていうところなんですけども何よりも驚いたのはこれヨーロッパからの売り上げがクォーターオーバークォーターで69%も増えるってやっぱこれが衝撃的でしたよねでやっぱみんなこう エンフェイスのこれコールで語られたんですけれども、エンフェイスのコール見て、この需要、やばくねっていうことであ、あとさらにバイデンさんが、バイデンさんというか、アメリカの政府が、なんだっけ、クリーンエネルギーの,その補助金みたいなやつの法案にサインしたっていうのもあるんですけども、これを見て、これはやばいと、これはもうね、次のクオーター、次の次のクォーターまでものすごい需要が続くんじゃないかということでね、今ね、クリエネが上がってるっていうことになります。はい なんで、ねまあ、エンフェイス、ね、買われた皆さん、ね、おめでとうございますということで私もこれ4月ぐらいからずっとエンフェイス、エンフェイスって言ってきて、ね、まあ、その行った会があったかなとうう思っていて、まあ、特にエンフェイスの、ね、動画も出してね、まあ、動画の出すタイミングもバッチリだったとっいうことでね、はい、あのま1つ、ね、いい、まあこの見てくださっている皆様にね、あのいいあのこう、お返しができたのかなという,ふうに思うのでね、ぜひ、ね、これでね、儲かったよという方はね、スーパーサンクスいただければね、本当に嬉しいですよと。よで、 クリアエネルギー上がってます。今月、ね、エンフェイスが43%、テスラが20、TAN が14、ICLN が14、QCLN が12、PBW が12という感じになっているので、非常に上がった月だったかなと思ってます、はいで。あとね、今日ね、ファーストソーラーっていうところの決算も出まして、こちらもですね EPS48% ビートですから、すごいですよね。 売上はそんなちょっと大したかとなんですけど、ガイダンスも引き上げてきたので、引き続きクリエネは、ねえーシンが好調だなということがあります。で、これはね、私、あのー、週末にやろうかなと思ってるんですけども、ひょっとしたら、例えばコロナの頃って、コロナがあったから、メッセージング RNA ワクチンだったりとか、ステイホームっていうところにいろんなイノベーションが生まれたと思うんですよね。まあ、例えば、ズーム、ズームだけだったのが、Google Meet とか、マイクロソフトチームとかも、このビデオ会議のね、クオリティを求めたりとか。 ホームのいろんなアプリケーションが生まれたりとかメッセージが RNA とか破壊されたひょっとして今回のエネルギー危機器はこれエネルギー革命につながるんじゃないかなって最近ちょっと思い始めてきてうんなんで固形電池とかね水素エネルギーっていうところもねこれを機に結構来るかもしれないなって今ねちょっとね仮説を立ててるところなのでこれはちょっとね週末やっていこうかなと思ってます。 では指数チャート見ていきますね。今週のマーケットは、ダウがプラス3.0、SNP がプラス4.3、ナスサックがプラス4.7という結果になりました。舞、え、踊、ー、ですね、非常にいいチャートしてますね。うんこれはもう GDP がマイナスに触れ FMC があの利下げの、なんつうの、利上げペースを鈍化させる、そして GDP が予想より悪かったから金利が下がる、そして最後にガ,ファンガットマンの。 え決算が堅調だったということを受けて一気に飛び跳ねました、でチャートだけを見ても、ね、素晴らしいですよね、50日平均線はもちろんこれですが、100日平均線にタッチする、50日平均線も,もう横ばいになっているっていうので、一応、チャート的には、えー、底を打ちしているというチャートで見て取れると思うんですけども、これやっぱりでもね、インフレが来たら一瞬で崩れるんで、そこは警戒が必要ですね、えー、999も同じような感じだと思います、一応、ね、似たような形をしているかなと思っています。 まあただ一応、私は999の方が今後いいと思ってて、S&P の銘柄はやはりあの不景気とかリセッションの影響を大きく受けちゃうので、まあ、そこはガットマンの方が、ね、あのまが成長率がいいかなというふうに思っててます。けども 下が金利のチャートで上が999なんですけども、金利が上がると999は下がり金利が下がると999が上がりってことなんでまあ今後もね10年金利が注目になってきますえーインフレが加速して10年金利が再び上がろうもんならやはり999は下がるというふうに考えるべきだと思うのでえ今後金利の動向すなわちインフレの動向ということはね8月も引き続きすごい重要なテーマかなと思います。 こちら30日平均線を引いたオイルの価格なんですけども一応7月は下がっていますけどもここ23週間ぐらいちょっと横ばいが続いてますねということでこのままいくと、ね、9月発表の8月の CPI というところはそんなに、ね、いい結果にならないんじゃないかなという、ね、思いますコモディティはちょっと上がっているのでこれもまた不気味なのでやっぱ8月、9月は思ったようなインフレのピークアウトが見えないのでやっぱ一貫利上げというか10日金利が高くなるような あの折り込みが来るんじゃないかなというふうにね、えー、考えてます、えー。こちら全体の決算ですけども、今のところねほぼ半分のサンドピーの会社の決算が終わり、73%の、えー、企業が、えー、EPS をビートしましたとということで非常にいい決算です、しかもこれ内容もまた良くて、急、え、騰、ー、が始まるまでは EPS の成長率が4%予想だったんですけども、蓋を開けてみたら EPS が6%ということで決算非常に好調です。えー、これもですねあの株価を押し上げたあの要因になったのはまあ。 あの可能性としては十分にあると思います。ただしですね、えー、非常に気になるのがやはりガイダンスも受けてたと思うんですけども、えー、Q2 はもちろんですけども Q3 のね EPS 成長予測が急速に下がってきてます。そしてですね、えー、Q3 の EPS 成長リスクも急速に下がってきておりますなのでこれはどちらかといったらガットマンよりも S&P のシクリカル銘柄だと思うんですよなので今後ダウとかシクリカル銘柄は非常に伸びにくいので基本的に指数を買うのであれば999を進みしますで本来であればこんだけ下がってくると結構暴落にもなりやすいと思うんですけども一応金利が下がっている限りはえアナリストの層が下がっていても株価は上がっていくと思うので まあ金利次第です、金利が上がっていってこれだったら結構やばいですけども、金利が下がっていく状態でこれならね、ら逆に言うと、やっぱ Q3 のアナリストの予想が下がっていってる、不景気が来るから、まあ、金利が、まあ、S&P の株買うよりかは債券買おうということで、金利が下がってるととも取れるので、まあ、いずれにせよ、ねまあ、危険なサインとも取れるので、ね、まあ、金利が下がっていく限りは気にしなくてもいいけども、金利が下げ止まったら、これは気にした方がいいよというふうにね、サインだとは思います。はい 最後、スケジュール見通しなんですけれども、えー来月、来週はですね、ISM とか雇用統計が出ますんで、ここがまたどっちに動くかですよね、この雇用統計とか ISM がまたリセッションとか不景気を示すようなデータが出れば、また金利が下がります、うんそしたら株価上になっちゃいますよね。 うん、ただ雇用統計、ね、多分強いんじゃないかなと思ってるんでそこでまた金利とか、ね、原油価格が上がったりとかそういったところがあるのかなと思ってます8月10日の消費者物価指数、まあ、ちょっと、ね、揺れ動くのはここかなと思ってます今現在のアナリストの予想だと、まあ、そこそこ高い数字思ったよりも低くないなっていう数字が出そうなので予想通りだったらちょっとギクシャクするかもな予想割れたらまたちょっと、ね、あのインフレピークアウトってなっちゃうので、まあ、今、株価上がってきてしまったのでよりあの消費者物価指数にちょっと敏感に反応すると思うんですよね。 ショート仕掛けやすいじゃないですか、うん、今だとちょっとぎくしゃくするんじゃないかなと思ってます。はいえー、ジャクソンホールがあって10月中旬に決算シーズンということなんでね、ねまずは、ね、来週の経済、えー、指標と、えー、消費者物価指数というところが、ね、直近の,、ね、あの,注あの注目ポイントになります。来週から、ねあのー、ハイグロの決算が始まりますので、来週も重要ですよ。 えっと一応ね、私は EPS が上がる銘柄が、まあ、今後、やっぱり注目していきたいので、ハイパーグロスと呼ばれる銘柄は基本的にそんなに EPS 残さないんでね、あのー、ハイグロ全体が伸びるってわけではないんですけども、その中でもやっぱり EPS を残していくような銘柄があれば、まあ、それは積極的に追うべきだろうなと思います、私がエンフェイスに注目してたのも、エンフェイス EPS 残してるんですよね、しかも EPS が来年2倍になるっていう感じで、うん、でやっぱり、e、EPS 残す銘柄ってやっぱり強いんですよ、基本的に。うん テスラもそうですよね、EPS 残していく。うん。で、EPS 残す銘柄っていうのは、マーケティングしなくても、どん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 売れていくような状況にあるっていうものなので、まあ、それはどういったものなのかなっていうと、クリーネとかはやっぱ絶対そうですよね。今、ソーラーとかって別にマーケティングしなくても、多分ん、だんだんどんどん売れてる状況だと思うので、まあ、EPS 出しやすいですよねってこと。で、ハイグロの中で今、e、EPS 残してるのが、例えばクラウドだったりとか、DLO だったりするんで、その辺の計算とかね、しっかり見ていきたいなと思ってます。えー、あ、これ、チェックポイントね。うん。 これは今なんでここに入れたんだろうな、まあ、ガ a f a m って書いてあった、ガットマンの決算、堅調でした、急、え、通、ー、の GDP は、えー、と予想を終われたので、金利が下がりましたということで、この2つのチェックポイントを過ぎたからね、まあ、今、結構相場が良くなったんじゃないかなと思うんですけども、やっぱりね、分からないのが今後のインフレ動向なので、こればっかしは分かりません、私が今こう、今後インフレピークアウトするか、それともインフレ加速するかって言ったら、どっちもどっちだよねっていうふうに思ってます。 一番警戒すべきはインフレからの金利上昇で、ただ今は、ね、金利上昇してもいい戦略を取るべきというのが私の考え方です、だからそのもう金利がインフレピークアウトした、だから株が買うんだの意見も、いや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 、まだインフレはピークアウトしない、まだまだインフレは加速するから株価が下がる、だからそれまで待つんだというのも、私、両方の考えとも多分違うんじゃないかなと思ってます、どちらかと言ったら今はピークアウトの可能性もあるし、 加速するる可能性もあるだからそれに基づいた投資戦略を取るべきというふうに基本的には考えていますインデックスさんは昨日ちょっとお話ししましたけども、まあ、今より、ね、下がる覚悟をして、えーとまあ、ちょっとずつ進めていったっていくしかないねというふうに思っているので、まあ、ちょっとずつ、ね、やっていきましょう個別は逆差し値が必須です今後ねハイグロとかねポンポンポンと上がっていく相場がありますけども金利が上がったら一瞬で殺されるすいません一瞬でやられてしまうので あの、逆指値でね、あの、絶対守っておくことが必要です。えー、ただ逆差し値でね、守っておけば、あの、金利上昇してもね、そこで損失、あの、限定的になるので、あの、まあ、インフレしても大丈夫。で、もし万が一インフレしなかったらそのまま上がっていくだけなので、この戦略しか取りようがないなという風に思ってます。えー、来週消費者物価指数がありますけども、その前後でね、またぐらつくと思うので、その前後で下がったところで。 えー、いいハイグロだったりとかいいクリエネとかに逆差指値をかけてポンって入ればマイナス2%の逆差指値でもかられないと思うので、まあ、そういった、ね、入り方をするんじゃないのかなと思っています、はいまあ、これですね、インフレがピークアウトするか今かわからないので、まあ、インフレがピークアウトするピークアウトしないどっちにもかけるのもよくないなと思ってますどっちが来てもいいように準備しておいた方がいいかなと思ってます、えー、8月 p 日発表の日米予想が意外に高いので、ね、結構ぎしゃくするかなと思うので、うん ただ、金利が上がらなければ、こここ株価が下がったタイミングで追加して問題ないなと思っています。999を追加するか、ハイグロを追加するかとなります。このまま金利が下げ取れるとなら EPS が稼げるグロースはパラダイスになります。めちゃくちゃ稼げると思います。指数であれば999、個別であればクリエイネ、テスラ、アマゾンというところが今注目かなというふうふに思っているので、このクリエイネはねまた週末動画できればなというふうふに思っています。 さらに金利が低下していった時に、ハイテクとかバイオとかに移っていくと思うので、ただハイテクとかもねやっぱ EPS に注目した目柄、えー、やりたいですよねという風に思うので、まずはねクラウドとか d ローカル、そしてオクタモかな、確か EPS という意味では、うんまあ、このとかねちょっと注目していきたいなというふうに、ね、私は考えています。はい というわけでね、今日ね、こんな感じの動画にしようかなと思ってます。今日のね、動画良かったよと思っていただければ、ぜひね、チャンネル登録、いいねでね、応援していただけると嬉しいです。ね、また釣りチャンネルやってますんでね、こちらもね、合わせて登録よろしくお願いします。というわけでね、爆破系の7月、今後の上昇セクターでね、内容でお届けしました。ではね、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ